私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。安尾さん、何や。11月3日に東大見市で二五八祭りが開かれますね。あ、もうそんな時期かいな。なんと二五八祭りは今年で39回目。お、長いこと続いてやるな、すごいな。わっしょいわっしょい、ほほほいのほいほい。安尾さん、何ですかそれ。ほら、お祭り言うたら温度やろこれ。はいほい、よいしょこの。それがですね、実はこの二五八祭りを主催する東大見青年会議所さんからご依頼いただいて、アミンチュプロジェクトがみんなの二五八音頭っていうお祭りのオリジナル音頭を作ったんですよ。あー、聞いてないで。あ、そうかいな。ほんなわし早速歌うわな。歌詞これかいな。二五八では、あやつのおっさんだ。安野さん、メロディーも違いますし、歌詞もおっさんダンディーなんてないんです。あ、ちょっとつけたんや。それに歌詞ももう決まってるんです。なにぃ、ガンガンガンってもう3段階で拒まんでもええがな。誰ないな。東大見市出身、 BBC の小西鮎香さんです。お、鮎香さんかいな。あ、まあ彼女やったら、まあ故国の歌姫のわしもまあまあ納得やな。故国の歌姫歌姫かな。そうですね。この前、東大見青年会議所の皆さんと一緒にプロモーションビデオを撮影させていただきました。段取り進んどるな。その模様を見ていただきたいんです。あ、ほんまに。わし、ほんならその VTR のカウントダウンをしていい？あ、どうぞ。はい、これでは行くよ。3、2、5、8では、安野さん、進まないので僕が言いますね。それではスタート。258では、はっはー、にっこりにっこりは、はっはー、258では、はっはー、258祭りだよ。聖徳太子が市開き、商いの町広がって、江戸時代に258に市が立ったのが由来って、たんぼぼあるように、当日の会場は思いの広場、わらべの広場、商いの広場の3つのエリアがあり、思いの広場ではこの二五八音頭が踊れます。みんなで踊ろうね。これわらべの広場では子どもたちがいろんな仕事を疑似体験できる働きキッズパークを開催。面白そうやな。商いの広場では約160店舗が出店する県下最大級のフリーマーケットや飲食ブースなど盛りだくさんです。すごいな、160店舗。はい、二五八祭りは11月3日祝日、9時から15時までです。会場は東大見市市役所周辺のエリアで開催します。二五八では、はっはー、にっこりにっこりは、はっはー。
恋万葉の悠久の丘で古代ロマン永源寺の紅葉を細めが物に隠ろう豊かなふるさと守りたいパンパンの老若男女集まるよ待ちに待ったお祭りだ隠ろう隠ろうみんなで一つの大きな輪になるには東近江で258祭り楽しんでくださいね。258祭り来てね。多賀町創生60周年イベント多賀町の町おこしシンポジウム開催。俳優の刈谷俊介さんが講演します。パネルディスカッションでは滋賀各地の町おこしのエキスパートが集結。司会はアミッチプロジェクトの西川監督が担当するよ。11月7日土曜日お昼2時からあけぼのパーク多賀多賀町立博物館にて開催。お申し込みはお電話 0749-48-2077 0749-48-2077。 参加費無料だよ。今年も琵琶湖一周歩いた安のおっさん2ヶ月の暗夜の中からより抜きの名場面をお送りするよ。琵琶湖一周暗夜面白傑作選。安のおっさん散髪するって気ないやん。あんまないよ。飲み屋でもなちょっとテクノカット気味に鋭くいってるんやこれ。なんか提案の髪型ある？この一本でソフトモヒカン。ソフトモヒカンな。もうなっとるけどな、これな。こんにちは。どうも。大きい。近すぎた。わしもあの地肌と髪の毛のハイブリッドで頑張ってるさかい。皆さんのハイブリッドカーもな売れたらええな。ええ子やしな。ああなんかあれやね、あのすごいこう華やかなお店やね。着物屋さんやってます。今日ちょっとワンピースですけど。着物の気分になったかいにくんは。そうですね。わし揃えときます。お大島なんか似合うんちゃうやろか。そうですね。そういう派手なのもいい。これ腰回りが結構あられるんで。帯がな何メートルいるやろ。5メートルいるやろ。またお見立てして揃えときますね。ありがとうね。ありがとうございます。あー今年もあのつけ麺は休まずアップダウンアップダウンしてんな。分かってるで、継続は力なり。お父さん、今年も田植え頑張ってらるな。あ、こんにちは。田植え頑張って。あ、手放した、危ないで。今年は手放し運転したらあかんで。
おおきに。今年5週目なんや。あれこちらの新数2010ってことは5年目6年目6年目か、うん、あなんか語呂ええな思ったけどちゃうかってうまく待ってみようとしすぎたごめんごめんまとめていただいて結構いやいややっぱゴートロックちゃうからこんにちは。お父さんそこ田植え難しそうやね。なんか区画がドライビングテクニック高度なんかいいぞよこれ。書かしてもうたんです。暑いですので使ってください。あらーわしやらプリンやら絵描いてくれてあるやん。僕はあの水田大木さんっていうの？センスやです。あセンスって読むんだよ。はいはい、あほんま。さあセンスええに決まってるわ。暑いし頑張って。はいどうぞ。今ダジャレ言うたんやけど。テレビ見てくれてんの？いや、こうじゃん。うん。ほんま、ありがとね。田んぼしてあった？田んぼしてるの、明日植えてもらうの。あ、まだ植えてんの？うん。あ、いろいろやねんな。いや、もう明日植えや。水抜いてるの。抜くの？あ、針は植えやすいように。うん。じゃあ、要はテレビ受けんのな。うん。見たことない。これ、針って、なんと重たいわ。あははわしもお父さん初めて見たわ。すごいな、一歩先行く QC 活動頑張ってやるねあれやろ、QC 活動でプリプリカイツブリのことやろプリプリカイツブリ違うの正解です。あ、正解ほんならわしも一歩先行くプリプリカイツブリ頑張ってスタートしてくるキュートなカイツブリさん頑張ってキュートなカイツブリな、それええな、これいただきありがとうなありがとうございます。こんにちは。お父さん、これお茶？あ、この辺もお茶できんの？これ何茶っていうの、この辺のお茶は？何茶って何もないな。高島茶とかないの？そんなのついてない。あ、ついてないの？多くのお茶や。多かいな。ご苦労さん。普通のお茶。まあ、チャイナラ。まあ、チャイナラ。面白傑作戦はまだまだ続くよ。次回もお楽しみに。今日のエンディングはこちら。ヘイソヤッタン、ヘイヘイソヤッタン、ヘイソヤッタン、びっくりやわへ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。